はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ダバーン。そうです、ワナビーシリーズウィルソン2022年秋冬モデルからのご紹介。今日は27型、つまり JA27 ホセ・アルトゥーベさんのスタイルのモデルでございます。D5 モデルと双子なんですけど、その違いなんかも今回はお話ししたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあお話ししていきますね。今回のワナビーのシリーズから、こちらは D5 ではなくて27型として発売されております。より JA27 ホセ・アルトゥーベ型に近づけたという形でございますね。まずはその大きな違いからお見せしたいと思います。パピ、今回はフルレンジ8センチのね、向こうと同じウィルソンのオーバルウィルソンロゴを刺繍、豪華な刺繍でございます。しかも親指付け根にはサークル W、 これもね、向こうと同じ本格的でございますね。そしてこの人差し指、これはね、向こうでも、ここ A2K とか A2000 が入るところですから、ここにウィルソンが入ったのはない。日本独自のウィルソンロゴ刺繍。見た目ではそんなところが大きく前回と違うわけですが、機能的にはここ見てください。ほら。はいはい。D5 はパディットサム、親指パッドが当たっておりませんが、今回の JA27 には、USA グラブには、欠かせない親指パッドが当たった仕様になっております。そんなところがまずね、大きな違いになっておりますね。じゃあ順番にシェルパームから見ていきましょうか。レーザーは、ワナビーシリーズということで、ベーシックレザー RO、 十分に張りのある豪華なしなやかなレザーを使用しております。ヒールはもちろんね、JA27 と同じ純巻きで、ヒンジがワイドヒンジ。同じですね、これもね。しかも、シングルパームレースでウィルソンのロゴがここにかっつりと焼き印されております。本格的な USA 仕様ですね。で、こちらも皆さんご存知の3ループのポケット下のレース使い。どうですか？より本物に近い、ゲームモデルに近いスタイルになっているではありませんか。では背面いきましょう。背面はスーパースキンでございます。今回はネイビーブルーのスーパースキン。ネイビーブルーのスーパースキンもね、定番ではなかなかないですから、おー、いいんじゃないですか。このシェルパームのレザーのシルバーグレーとネイビーブルーのスーパースキンのコンビネーションに、先ほども見ましたオレンジの差し色、かっこいいんじゃないですか。もちろんウィルソンの代名詞デュアルの仕様に決まってますね。玉はみホワイト、バインディングもホワイトの仕様でございます。これも綺麗ですね。ネイビーですからホワイトが映えます。ウェブいきますね。ウェブはモディファイドシングルポストのスタイル。これはT2 ウェブという名前がついてますけども、シングルポスト部分に補強のレザーがあてがったタイプのスタイルでございます。それでさっきお話ししたように、シェルパームから見た3ループのかっつりとしたポケット下の作りですね。エクステンドパームになります。小指側見ていきますね。小指側こちら、フィンガーシフトでも使える仕様になってます。ご本人はこういう風にね、普通に入れて指出して使われてるように写真でお見受けしますが、 USA テイストですから、こういったフィンガーシフトの仕様でも使えるように作ってございますよ。かっこいいですね、小指側から見てもね。じゃあライニング行きましょうね。ストラップ裏はムートンのホワイトで、裏平のところは友川のシルバーグレーなんですけども、このもちろんね、内袋もデュアルになってるわけですが、この内袋のデュアルはソフトなレザーをいつも通り使用して、じゃじーん、ございます。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回のワナビーはより USA に近づける JA27 GM モデル、ゲームモデルに近づけるということで工夫されたシリーズであるだ、シリーズではないかと思う次第でございます。とにかくかっこいい、やっぱりこのスタイルですよね、いいんじゃないですかと私は勝手に思っております。はい、いかがでしたか。より USA のグラブに寄せた感じで日本発売のモデルのこの JA27、 スーパースキンもふんだんに使われてかっこいいんじゃないですか。ということで本日は27パターンですね、ワナビーシリーズからのご紹介でございました。それでは皆さん、さようなら。未来予想図ができてるので、あの結果論のことを言わないんですよね。あの今からこういうで、今はこのこういう状況だからこういうボールが投げたくても投げれない、したがってこういう球が多くなる、だから打たれると確率が高くなるとか、あ、だからあの阪神の違う人とは全然違う、はい、もう話になりません。はあ、はい、っていうことでこれ1位です、うん、はい、で2位がですね、はい、谷繁元信さんですね。名キャッチャーの谷繁さん、もうまあ、その時たまたまかもしれませんけど、はい、ここはもう長打の確率が高くなって下手したらホームランですって言ったらピッチャー投げてボカーン、はあ、で今谷繁さんなんでなんですかって言ったら、いや簡単ですよ、こうで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 こうだから、はい、そういう確率が高くなるからバッターからしたら格好の狙い目になるわけですよっていう、それはあのーね、クロートになるじいさんにとっても勉強になる話、うんうんうん、なりますね。はあ、あなるほど、こう制限がいろいろかかってる中で、うん、難しさも出てくるのかなっていうところも、まあ、あったりするもんですから、クロートのじい先生を占い、いやだから僕は2人が解説の時は違うチームのでもちょっと録画します。あ、本当に、はい、勉強のために。え、じゃあその1位の、うん、日の玉さんと、はいはい、2位のキャッチャーさんの、はい、その1位と2位の差はどこにあるんですか。あ、これはですね、より未来予想図の話が多いか少ないか。あ、そういうことか、はい、あ、予測が緻密だ。だからで僕と全くほとんど結構気持ちが同じで、藤川球児さんは、はい、もうとにかく確率です、確率です。あ、だから確率を、悪い確率の方をどんどん消していく作業をしないといけないっていう、はい、だからそういう理屈は一緒です。だから簡単ですよ、ノーアウト、あ、ごめんなさい、失礼、まあちょっとシチュエーションいろいろあるにせよ、例えばツーボール、はい、ノーストライクツーボール、はい、逆だ、ツーボールノーストライク、今言い方、うんうんうん、ごめんなさい、今変わってますか、ツーボールノーストライクの時に、はい、ピッチャーフォアボール出したくないから、はい、スリーボールにしたくない、はい、おのずとストレートが多くなる、うんうん、でそこでストレートしか投げられないピッチャーは、はい、おのずとやっぱり他のカウントでも、はい、カウントどうしても取りたいときはやっぱりアウトコースにストレートとかっていう確率が高くなるわけですよね。そうですね、でなるとやっぱりプロの世界では飯は食っていけないと。あ、で、まあ、ましてやもうど真ん中でもオラーって言って160キロ近く出るんだったらファールが取れるから、まだそういうタイプもいるかもしれませんけど、あ、はい、まあ疲弊してきたときにはやっぱり痛打されるケースも出てきたりとかっていうことで、はい、まあやっぱりそういうところですよね、はい、そういう細かいところも含めて未来予想図をしっかりしてくれるので、はい、僕は素晴らしい解説をしていますね。第3位は鳥谷隆です。あ、阪神ファンですか。阪神って本当になんかネタになりますよね。鳥谷さんも監督やるかと思ったらポイってされてますよね。いやでもジャイアンツの内野守備走塁コーチに欲しいですね。あららら、らやっぱり守備に対する意識が非常に強い方なので、はい、あの人クレバーですか。はい、でここもきちっとしてますから、はい、僕は、まあ、球団が違うのでありえないとは思うんですけど、あの3人が固まったら、はい、もうめちゃくちゃ強いチームができると思いますね。あ、鳥谷さん男前だしね。いやー、まあすごかったですね。だからもう、だから阪神困るんですよ。だから藤川球児さんと鳥谷さん一緒にやってるじゃないですか、はい、ってことは
例えば球児さん監督の時に内野守備走塁コーチで鳥谷隆を呼んだりすると、まあまあちょっとこれはまずいぞと、うん、そしたらだから出れんくなる選手多くなるんじゃないですか、はい、今現在の選手でも、うん、うん、まあそれぐらい僕は素晴らしいなと思ってますね。なるほどね、はいはい、まあ、だそれぐらいがまあベスト5、あ、じゃあ3、はい、阪神、中日、阪神、はい、巨人もいないんですか。いないですね。いない、いない、全くいないです。あら、あんまり解説してる人いないですけどね。でただ、うん、これ視聴率の話するんですけど、はい、例えば僕にはウケるんですけど、なぜかというとクロートですよね、はい、であんまりこうマニアックな話、はい、このあとツーシームがどうとか、はい、フォーシームでどうとか、はい、投げ方がこうだとか、はい、とかとかって、ただ一般ピープルの女性からしたら分かんないじゃないですか、そんな解説、はいはいはい、だとすると元ベイで監督やってジャイアンツにも選手の頃在籍してた、はい、ちょっとなんかたまに校長の方の絵の N 畑さんとかみたいに、はい、ここは気合で抑えるべきだとか、あ、ここは気持ちの勝負だとか言ってた方が受ける可能性はあるかもしれません。僕は明るいですからね、あの人はね。僕は全く受けませんけどね、うん、何言ってんのっていう話になるので、はい。であと一番僕が解説者としてダメなのは、はい、もうこれ改めていただきたいんですけど、はい、結果論でものを言う人、はい、結果が起こってから今僕はそう言おうと思ってたんですよとかですね。その人いますか。いますね。これもタイガースさんの OB なんですけど、あ、そうですか、まあ、足が速かった方なんですけど、あ、で愛知県の、若い人でしたっけ、愛知県の方ですかね。あ、そうそうか、元、であの方はやっぱ結果論が多いですね。はい、でも僕今言おうと思ってたんですけどっていうのを何回聞いたことか。これワースト1、まあ、僕の中で、いやでもあともう一個ダメな解説者は、はい、もう喋りすぎ、わけのわからんこと、はー、はい、何を言ってるか、まあ、さっぱりわからないっていう、はー、はい、例えば名前ですか。伏せた感じで、あ、元ドラゴンズの、はい、投手でもだいぶちょっと年配の方ですけども、あ、権藤さんじゃないです、はい、の方とかだと、はい、もう意味が分かんないです。何言ってるかさっぱり分かんないです。監督やられた方ですか。はい、やったことないです。あ、本当、はい、で、あと、あ、分かった、はい、結構たくさんある名字の人ですね、はい、あ、そうですね。あ、で、あと、佐藤さんじゃない方ね、あとジャイアンツにも在籍しましたし、はい、西武ライオンズにも在籍して、はい、監督もとある球団で1年ほどやられて、はい、2軍監督は何年かやられてっていうちょっと大きい方がいるんですけども、はい、まあ、名の通りの方がいるんですけど、 あ、あの方ももうずっと自分が喋ってて実況じゃないのに自分が実況してるような、あ、面白い人じゃないですね、わけのわからんことばっか喋ってますから、うんうんうん、もうお姉ちゃんはたまにも黙れって言ってますね、テレビに向かって、はい、まあだからいろいろありますけども、はい、ちょっと聞きやすい方と聞きにくい方、勉強になる方と勉強にならない方っていうのは多々あるかなと思いますけど、どうなんですかそういうのは。すいません、見てないです。ああ、広島と阪神で活躍された新井貴弘さんいますよね、はい、TBS で今解説してるんですけど、はい、ちょっと褒めすぎ、あ、何が何でもちょっと褒めすぎ、うん、エラーしても、はい、なんか全て許しますみたいなスタイルで、うん、意外だなと思ったのは、うん、さん、広島でアキレス腱が、うん、そうそう、あ、あの人ね、喋、うん、れないのかなと思ったら、うん、結構喋りますよね。あ、喋れるんだこの人と思って、はい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 、まあでもちょっと、はい、私が言ったんじゃないですか。あ、いえいえいえ、だから僕最近全然出ないんですけど、江川卓、うん、江川さんね、もう僕は好きでしたよ、うん、はい、まあ一般的にはちょっとあんまりいいイメージがないかもしれないんですけど、うん、僕は解説者としては十分あるかなと思って、やっぱりそういう未来予想図が持てる人じゃないと多分今の野球で監督やれないと思うんですよね、うん、なるほどね、はい、なのでまあ用意剛もかん、NHK で解説やってたなという、うん、ことですよね。まああのあれですね、星野さんのね、うん、こうラインでしたよね、川上哲治さんから脈々と続く教室の、はいはいはい、哲治さんの後誰だったっけ、まあいいや、うん、でも本当に僕はだからそこまで、例えば藤川球児さんが、はい、今日阪神対ヤクルトの解説なの、
まあ、ちょっとだけ録画しとこうみたいな、はい、勉強するんだ。勉強しますね、はい、やっぱりそうやってあのいい方のところはしっかり勉強しないと。亡くなられたノムさんはどうですか。おお、僕好きですね。まあでも解説をしてたイメージは全くないですね。あ、少ないですね、はい、監督のイメージがやっぱ強いんで、うん。